すみません。あ、excuse me。ごめんなさい。うん、市役所行きたいんですけど、どうやって行ったらいいですか？あ、市役所か。お、go straight。ほんで、ライトや。ほんで、また go straight して、ほんで、ライトもう一回行ったら、そこら辺にあるわ。ほんで、あ、ウォーキングや。ごめんなさい。日本語大丈夫なんで、日本語でお願いします。オッケー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 。まず、ウォーキング、ストレート。ほんで、レフト。ほんで、また、ストレート行って、ほんで、レフトや、また。ほんで、そこまっすぐ、ゴーイングストレートして、ウォーキング。基本的にはストレートや。日本語大丈夫や、言うてんのに。え？ほんで、左右、レフト、ライト、間違ってるやん、これ。あ、こんにちは。こんにちは。お世話になります。今日はよろしくお願いします。とんでもない。よろしくお願いします。すごい。日本に何年いるんですか？日本育ちなんですよね。日本語上手。今言ったよね。今2秒、いや、1秒前に言ったよね。日本育ちあって。もう日本育ち、辞書にも書いてるよ。日本育ちっていうことは、ずっと日本で育って日本語喋れるってことやろ。なんそれが分からへんの？ほんまにびっくりすんねんけど。来て見て見て見て。ちょっと、ゆうこさん見て。ほら。あ、外国人さん。白人さんやね。すごい綺麗な白い。肌も白い、すごい白いわ。目も青くて鼻も高いし、ほら、見て足も長いわ、すごいわ。もう違うわ、すごいわ。あ、いつものパターンや。日本語分からへんと思って、いろいろ言ってくれてる。でもいいこと言ってるから、ちょっともうちょっと聞いてみよう。でもさ、すごい綺麗でね、もうやっぱすごい羨ましいなと思うけど、でもやっぱ外国人さん、こういう方ってちょっとお胸の方がちょっと小さめな方が、小さめな方多いよね、ちょっと。あ、見て、チャック開いてんねんけど。チャック開いちゃってる。言った方がいいかな。英語でチャック開いてるってなんて言うんやろ。オープンザフロア。難しいな、分からへん。もうどうしよう。ちょっと無視しておこう。チャック開いてたの？いつから開いてたの？分からへんねんけど。でも後ろ振り向いたら日本語分かってるって思われるやん。英語でどうやってチャック開いてるか、そんな分からへんわ、こっちも。ここら辺のスタバで待ち合わせやねんけど、場所がどこにあるか分からへんな。あ、ちょうどいいわ、そこに人がいるから聞いてみようっと。やば、なんか外国人おる。目合ったんけど、ちょっと音楽聞くふりしよう。やば、ちょっと来そう。ちょっと動こう。来るねんけど、ちょっと待って、来るねんけど、ちょっと、分からへんし。あ、あの子前見たことある外国の子や。ちょっと挨拶しよう。あ、挨拶するときってこれ結構外国人でチュッチュする感じやろ。うまいことこっちもええ感じでチュッチュしたろ。ちょっと久しぶり。あー、久しぶり。久しぶり。きんま。うらちゃん、暑いね、ここ、マジで。暑いの。超暑い。もうロシア人やな。すぐ暑いんやから。出た出た、ロシア人が暑いって言うとすぐそういうくだりやろ。あ、しんど。ねえねえねえ、ちょっとこれ見たんだけど、これってなんて言うのかな。何だろうな。日本語って難しいよね。はいはい、日本語分からへんっていうマウントね。でもお前も分かってへんやんけ。
べっぴんさんおる。ちょっとお姉ちゃん、あどこの国の人なん？あ、ロシアです。すごい、ロシア美人さんやな。なんか英語で言って。あ、ロシア語なんですよ。あ、ロシア語なんや。へえ、じゃあロシア語でなんか言ってよ。Здравствуйте。すごい。どういう意味なん？あ、こんにちはって意味です。へえ、この野郎、なんかってないやねん。こっちこんにちはや言うてんのに、ちゃんと考えてんのに、最後まで責任取れや、この野郎。Привет! Слушай, этот вчерашний боке сделал мне канчо сзади. Сделал канчо? Да, канчо. Какой он бака! Вообще, боке-яро. Слушай, у меня так сегодня у накасуита. А, да? Пойдем покушаем. Пойдем, пойдем. ロシア製こんばんは。ロシア製ありがとうございました。またお越しください。ロシア製お弁当温めますか？あ、お願いします。お支払いかがいたしますか？あ、現金で。ペイペイ。あ、現金でお願いします。楽天ペイ。あ、現金で。メルペイ。現金でお願いします。現金、キャッシュ。現金で、あのキャッシュ、キャッシュで、現金、お札。かしこまりました。あ、ありがとうございます。こちらになります。はい、すいません。はい、少々お待ちください。お返しこちらになります。箸入れてくれてないやん。スプーンだけしか入ってへん。もういいわ、これで。いらっしゃっせー、いらっしゃっせー。日本育ちなんだよね。すごい日本語上手。ちょっと待って、ね、こういうのがいつもこれ始まるの。ごめん。これ分からんやっぱ白人さんや。すごい綺麗な、見た足も長いし、結構ええ感じの長さやな。え、すごいな、やっぱ美人さんやと思うわ。鼻も高いで。それいいやん、なんでやろ。いや、もうほんますごい綺麗やしさ、すごいやけど、ちょっとおっぱいは小さめやな。なんで笑うみたいな。ねえ、笑ったか。笑わんといてよ。笑ったかんやろ。あ、すみません。うんうん、すみません。あの、うん、シャクシャク嫌いですけど。うん。オッケーだからストレート行くね。ストレート、ウォーキング。ウォーキングのストレートや。かんの。あ、すいません。はい、エクスキューズミー。うん。市役所。なんで。あ、すいません。いや、あれ。今、私のお腹が。あ、美人さんや。お姉ちゃん、お姉ちゃん。ん？あ、お姉ちゃん、どこの国の人だな。うん、アメリカ？違う、ロシア。ロシア？うん。タン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 。ロシア製、こんばんは。ロシア製。ありがとうございました。お願いします。あ、たロシアスフィン。お腹グーなったから、もう気にせえ言うから。え、楽天ペイ。なんか新しい遊びそれ。違うの、これこうやって止まってんねん。止まってんじゃん、ぶら下がってんじゃん、これ。ねえ、今度きっこ縛りしよう。やめ